スケスケしよった。いや、母ちゃん、スケスケしようかじゃなくて、歯磨きしながらの撮影はやめてもろってよか。こんな動画今、400人の人が登録してくれとっとだけんね。そしてもう3日経ったけん、スケースケーならんごになったもん。ね、ならんど？ボールの音鳴りよった3日間は楽しかったねー。朝5時半からスケー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 言わせちかったい。おとといは筋肉マンの耳元で鳴らしてやった。大嫌がらしたけん、日頃のお返した。で、今日はたうちに、たくちゃんとさきちゃんが遊び来たもん。こん、たくちゃん、さきちゃんはね、俺のいとこのまなとと大輔の同級生だ。俺が何日か前にたい、あの、売り棒の動画ばあげたたい。あの動画にね、たくちゃんが、なんさまそのカットは見てみちゃーっていうことはコメントば書かしたった。で、今日俺のヘアスタイルば見に来らしたった。お客さんがうちに来ることなんかめったなかけんたい。おがハッスルしすぎてかった。なんか繋がれたもん。たくみやつがえらーうばびびっとた。ほら、噛みつかんて。なんかほら、繋がれたまーまひとしきり遊ばれちかった。んーなこってたくみやつがビビるもんだけ。それが一番たいもん。母ちゃんたちはずーっと横でベラーベラベラーベラ喋りおらした。さきちゃんがこの後ピアノのレッスンで帰らなーんって言わしたけんね。今回甘酒は持たせたもん帰り。たくみはキヤさんの甘酒が好きてった。おっと同じた。喜んで帰らしたけんよかったー。話は変わるばってんた。今日朝から違う散歩コース行ったもん。中学校前ば通ってかったい。国道325号線沿いばずーっと歩きよったばってんたい。もう、クソの落ちとる落ちとる。もう枯れクソから今生まれたごたっとまでもう潔だった。おがまちゃどぎゃんなっとっとだろうか。もう母ちゃんが踏んだならたい。一日機嫌の悪かけんたい。もう頼むけんうんこは持って帰って。もう母ちゃんの踏ましたな困っけよもう。ああ、今日は最後はぐちんごつなってしもてごめんね。せっかく楽しか話だったところね。そぎゃん言えば今日はもう金曜みたい。父ちゃんも帰ってくんばい。明日どこさんか連れて行ってもらおうかな。なら、まったねー。あー、なこてー、このボールのナットの寿命は短かね。俺、こっから2ヶ月ぐらい、この音んならんボールで遊ばやんとだけ。俺、辛抱人だろう。